北海道瀬田名の一瀬田名は、北海道檜山振興局の郡、人口4983人、面積568.25平方メートル、人口密度8.77人、平平方メートル。以下の一町を含む。1879年に行政区画として発足した当時の軍一は、上記一町に、駆動軍瀬田名町の一部を加えた区域にあたる。 江戸時代、瀬田名軍域は和人地となる。正木藩によって瀬田内い場所が開かれていた。陸上交通は、都東国から弟子国増毛家軍への道のりの途上であったが、北の島巻軍へは、刈羽山、もった岬が難所となって陸路が途絶えて、船に頼っており、安政年間に江差の商人鈴鹿人衛門と津軽の商人、正木や昌兵らが私費を当時し地区から、 小谷市に至る、狩場山道を改作し、通年の陸路での移動を可能とした。江戸時代後期の文化四年には、瀬田名軍域は、天領とされたが、文政四年には、正木藩の元に戻された。また、軍域内の琴平神社は、天保九年よりも前の創建である。安政二年再び天領となり、津軽藩が警護を行った。 母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲し、瀬田名軍が置かれた。北海道1.29町村制止工事の瀬田名軍の町村。ありがとうございます。